三銃士ってどういう話か知ってる？知らないって顔ね。だったら特別講義をしてあげるわ。カレン、神楽さん、露崎さん、西条さん、今日集まってもらったのはこの5人で演目三銃士の打ち合わせをするためよ。三銃士か、ワクワクする。どんな劇でもそうだけど、演じる際には物語の背景を把握する必要があるわ。もちろん分かってるって。基本中の基本だから。私が三銃士の歴史的背景を今から分かりやすく説明します。だこ、なるほど。純奈なら先生役は持ってこいね。では古本。三銃士の舞台は17世紀フランスよ。ふむふむ、17世紀。時の国王はルイ13世、ブルボン朝華やかなりし時代よ。ブルボン朝？フランスの宰相でもあったリシュリュー枢機卿は1624年に。うわぁ、待って、ジュンジュンギブアップ。誰が最強なの？スットン卿って何？宰相と枢機卿だよ、カレンちゃん。全然わかんない。まだ序章も序章よ。先が思いやられるわね。大丈夫だよカレンちゃん、ゆっくり勉強すれば大丈夫なはずだから。まあ確かにちょっととっつきにくいかもね、フランスの歴史って。仕方ないわ。みんな今日はカレンに合わせて説明するから。ウィ、そうしましょう。バッカレン。ヒカリちゃん、ひどいよ。ふむふむ、三銃士はフランスのパリが舞台なんだ。パリってどんなところなの、クロちゃん？そうね、一言で言い表すなら光の都かしら。歴史と文化が花開く都市。日本だと花の都パリなんて言われてるわね。あ、聞いたことある。花の都か。あ、ひらめいちゃった。え、今ね、駅向こうの公園でフラワーフェスティバルが開催されてるんだって。フラワーフェスティバル？花で彩られたステージや展示を楽しむってイベントよ。で、それがどうしたの？みんなで花の都がどういうところなのか確かめに行こうよ。いやいや、花の都ってそういう意味じゃないし、そんなイベントに行っても。いいんじゃない、楽しそうだし。三銃士の舞台のためにフラワーフェスティバルに行くなんてなかなか斬新じゃない。いや、斬新とかそういうものじゃ。それはあり。私もちょっと行ってみたかったんだ。なんでみんな乗り気なの？三銃士の打ち合わせをしようって言ったのに、なんでカレンとフラワーフェスティバルなの？あ、ジュンジュン行かない？じゃあ私たち行ってくるね。みんなでフラワーフェスティバルに出発。三銃士の勉強だ。あ、ちょっと待って。確かに三銃士のヒントあるかもしれないし。わかった、私も行くわ。だからみんなちょっと待ってよ。私の演じるアラミスってかなりの高職で女性関係のトラブルが多いの。高職、恋多き性格か。参考になりそうな人は周りにいないわね。
恋多きってやつね。私の話はいいでしょ。まったくもう。ごめんね、ナナ。今日も台本の読み合わせに付き合わせちゃって。いえいえ、ジュンナちゃんのお手伝いができて私も嬉しいから。ありがとう、ナナ。今度の舞台はたくさん試したいことがあるって言ってたもんね、ジュンナちゃん。さっきのアラミスの演じ方も昨日とちょっと変えてたし。うん、最初は手探りだったんだけど、ちょっとずつアラミスのことが分かってきたっていうか。アラミスって確か一番謎が多い三重師なのよね。そう、アトスやポルトスは出自とか家族構成とかある程度描かれているんだけど、アラミスで分かっているのは三重師の中で最年少であること。本当は獣士じゃなくて聖職者になりたかった。だけど好戦的で女性関係が派手。なかなかに難しいね。そうなの。矛盾する部分もいくつかあって、どうやって演じればいいのか迷っていたんだけど、でもその矛盾もまたアラミスの魅力なんじゃないかなって。逆に人間臭く思えてきちゃって。うんうん。だったら私が思うアラミスの魅力を表現できたらいいなって思ったの。矛盾も含めてね。うんうん、いいと思います。舞台の登場人物って演じる人によって変わっていくものだもの。他の誰かじゃなく己の最高を目指すべきである。ジュディ・ガーランドね。ジュンナちゃんがどんなアラミスを見せてくれるのかすっごく楽しみ。本当？ナナがそう言ってくれるのすごく心強い。実は考えてることがあって、もう少し付き合ってもらってもいい？読み合わせ。もちろん。じゃあちょっと休憩して再開しましょう。あったかいもの入れるね。ジュンナちゃん、リクエストはある？じゃあバナナミントティーがいいな。はーい、お任せ。